お疲れ様です。ポイントサイトを使っていて行き詰まったんで、私の方に連絡を下った方が私のアドバイスを受けて、次の月はですね、この9月なんですけども、9月半ばにしてもう10万円超えてるんですよ。だからポイントサイトって、私がやらなくても他の人がやっても同じような結果出るんですよね。それが難しいっていうのは難しいなと思います。ポイントサイトってみんな自由に使えるはずなんですよね。でもその自由をどう使っていいのかっていうふうな、自由を使う設計図がないのかなと思います。ポイントサイト自体はポーンとあってね、別にポイントサイトの使い方みたいなのがそのポイントサイト内にないわけじゃないんですけども、それをしっかり見ないってことと、ポイントサイトとかセルフバッグを使い倒した人のその進め方とかね、カテゴリーの攻め方とかね、それから条件の見抜き方とか、あと一部にはその確定率っていうのがあるんですよね。承認率確定率っていうのがあるんですけども、10件が10件とも申し込んで仮の売り上げが上がったからといって、それが全てではないと確定するわけではないってことですよね。そうなった時に確定率が 80% の案件と 20% の案件とほぼ 100% の案件ってばらけるわけですよね。じゃあ売上だけボーンと5万円見込みで立ちましたって言っても、それの確定率が 20% とか 10% で低ければ、それが承認されずに結局はねゼロになってしまうってことがあって、それが大きな落胆になったり、もうこれ次やってもしょうがないんじゃないかって気持ちになったりするんですけども、そもそも承認される可能性が低いやつと高いやつっていう風な意識で取り組めば、金額高いけどもしかしたらダメかもなみたいな感じで思っておきますし、で金額低いけどもこれは確実に取れるやつだよねみたいな、そういったね数千の案件を積み重ねていって、だいたい目標金額が10万のところ5万円は取れるよねと、残りの5万円はもしかしたら半分ぐらい落ちるかもしれないから、結果7万から8万の間になるんじゃないかなっていうふうに考えておくと、だいたいそのぐらいに収まるってところがあるんで、そういったのもねやっぱりこうやり倒してみないと分かんないですよねきっとね。そういうふうに自由っていうのはある程度使ってみて、ぶつかって戸惑ってみて、そうやって使うもんじゃないかなと。車の運転もね、自由にあちこちいいですよって言っても、行った先が行き止めだったり、道路はそのカーナビであるんだけども、行ってみたら道が狭くってこの車じゃ入れなかったで、バックで戻らないといけないみたいなことも結構あると思うんですよね。そもそもその道路ですら状況は変わっていて、幅の広い道路かなと思って行ってみたら、そこにはすでになんか観光バスが止まっていて、ちょっと迂回しないといけないとか、突発的な工事が入っていてちょっと片方でちょっと渋滞しちゃったみたいなことがあったりとかね、そういう誤差もありますからね、いろいろと覚悟していかないといけないところかなと思います。それからやっぱりこう経験している人の話を聞くのか、それを全くせずにたった一人でやるのかだけでも、全く進む方向とか結果が違うんでしょうね。基本的に教わってダメになる確率は一人でやるよりもね、そんな高いわけないんで、なんかベテランにコーチを受けながらやったら、それは成功率も高いし、トラブルの脱出する術も分かりやすいですね。要するに自由を使い慣れてる人に自由の使い方はやっぱりコーチを受けるってことは大事なんだろうなと思いますけどもね。いってらっしゃい。